鳥谷口古墳は奈良県葛城市染野にある古墳。形状は宝墳。奈良県指定史跡に指定されている。王貫子の墓に指定する説が知られる。奈良盆地聖園、二条山から東に伸びる尾根の先端部付近の南斜面に築造された小宝墳である。1983年のため池改修工事の再度の際に発見された後、 発掘調査が実施されている。墳径は方形で一辺約7.6メートルを測る。墳球表面では二段の天石が認められるほか、墳球の南面以外の三方には掘り割りが巡らされる。主体部の埋葬施設は横口式せっかくで、せっかくの主軸を東西方向として南方向に開口する。底石の上に大石を組み立てて、その上に 天井石をかけたものになり、せっかくの内棒は、長さ 158cm、幅 60cm、高さ 70cm、開口部は、幅 40cm、高さ 50cm を測る。石材は、二条山産の業界岩製で、底石を呼び、北川石には、家型石管外石の未製品が使用される。また、 せっかくの入り口側には、沿道場施設の存在が推定される。洞窟にあっているため、せっかく内の副葬品は認められていないが、せっかく全面付近において、末期、はじきが検出されている。この鳥谷口古墳は、古墳時代終末期の7世紀後半頃と推定される。被装者は明らかでないが、第40代、天武天皇巫女の大津巫女のまばかとする説が知られる。 古墳域は1987年に奈良県指定史跡に指定されている。二条山山町の大津美子事情墓長、谷口古墳の実際の被葬者は明らかでないが、大津美子に否定する説が知られる。大津美子は第40代天武天皇の第三王子で、主張元年9月の天武天皇の崩御後、10月に無本を企てたとして自陣した人物である。 大津美子の墓について、万葉集では、大北王女が弟の大津美子のために読んだ歌として、とみえ、大津美子の垢は、二条山に改装されたことが知られる。初装置に関しては、書伝がないが、改装置に関しては、大都市では、在二条山二条神社東とするほか、現在木内町では二条山尾岳山頂に、自乗している。これに対して、 当該時期の古墳が鉱山の山頂に築造されることはない点。付近に当該時期の終末期古墳は本古墳以外に見られない点などから二条山山麓に位置する本古墳をまばかに否定する説が挙げられている。王積子のまばかに否定する説では、所在地の染野が貴人の土地を意味する兵野に由来すると考えられる点。 本古墳のせっかくがない包丁150センチメートルと小さく階層墓と考えられる点も合わせて根拠として指摘される。ありがとうございます。